あっ、亀太郎です。こんにちは、シャキです。最近、かなり暑いですよね。暑すぎだよ。そうよね。けど、そんな暑い中でも、亀さんたち、産卵をしています。そうなんだよね。こんな暑い中、穴を掘るなんて、すごいよ。ですね。ですね。今回は、まだ紹介してなかった産卵が、いくつかあるので、紹介していきますね。それでは、スタートです。
というわけで、今回は卵のことをご紹介しました。今年の卵は去年より多くて、現在こんな状況です。けどダメになっちゃった卵もあるんだよね。6月16日の6個の卵のうち4つは無精卵なんだろうけど、置いておいたらカビが生えてしまいました。ですからこの4つの無精卵は廃棄しました。中にはダメになってしまう卵もあるんだけど、ここにある卵は全部有精卵だと思うので大事に育てていきます。これだけの卵が孵化したらなかなか大変だよ。うん、けどそんなこと言わずに頑張って育てていこうよ。そうだね、カメさんたちも暑い中頑張って産卵したんだから大事にしないとね。ですねですね。それにまだ産卵する可能性もあるし、野生くんだって出てくるかもしれないんだからね。そうだよね。まあ卵のことに関してはこれからも変化があったら報告していきますね。ということで今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたねー。いきなりだけどクイズです。この中にフロリダハコガメの卵があります。それは何番でしょうか？今回の動画は